諦めないことですかね。すごくもう諦めたくなる辛いようなこととかもあるんですけど、でもやっぱり何くそって自分に負けない強さを持って、で絶対その信念を夢を持って諦めずに持ってたら絶対それは叶う時が来るので、私も今自分にも言い聞かせてるんですけど、絶対くじけないで、はい、前を向いて信じてやっていってほしい、やっていきたいと思います。その方自身を今まで以上に似合う色や似合うファッション、あとは歩き方、姿勢や表情でもっともっと魅力アップしていく、お手伝いをさせていただく仕事だと思っています。はい、そうですね、やっぱりテレビとか出られる方にはやっぱり専属の方とかついていらっしゃると思うんですけれども、まだまだ本当に日本には浸透していないので、皆さんに気軽に受けていただいて、特別な人だけではなく本当に髪切りに行くような感覚っていうか、当たり前のように皆さんが専属のスタイリストを持つような感覚で気軽に受けていただいて、皆さんがもっと魅力アップして自分に自信を持って前に歩いていけるようなお手伝いをさせていただきたいと思います。男性は今とっても女性が頑張っていて、男性には怒られてしまうんですけどなので女性が自分磨きとかいうテーマは本当に今たくさんありまして、なので男性ももっともっと頑張って自分を磨いてって思うところがあるので、はい、コンサルタントを受けることによって、お仕事の場面のプレゼンテーションとか、どっかの企業の社長さんでありましたら、どっかの雑誌に載るときにもっともっとイメージアップ、企業のアップ、イメージをアップするに活用していただくとか、あとは地元の奥様方に子育て終わっても子育てとかされてるお家の中にいるお母様方も自分の時間を持っていただいて、もっともっと永遠に私は綺麗でいたいという思いがあるので、本当にそういう人たちにも提供していきたいなと思います。ダンスとかにも周りと違うようにしようと思って、こうすごい自分で個性をつけたり生み出していくこともあるかもしれないんですけれども、で私はあんまり個性的な方ではなかったので、またそれも個性みたいな自分で思って、個性が強すぎないのもその人の個性かなみたいな、そういうのを思っていつも立ってました。